皆さんこんにちは。ビーレジェンド管理士のルナメです。今日はパッケージをリニューアルしましたリアファイバーについてお話ししたいと思います。よろしくお願いします。こちらリアファイバーなんですけれども、以前よりご好評いただいておりまして、すりおろしピーチとすっきりグレープフルーツとあったんですけれども、この度ですねパッケージが新しくシンプルに女性にも手に取っていただきやすいようなおしゃれなパッケージにリニューアルしました。こちらの商品の特徴なんですけれども、リアファイバーというのはまあ食物繊維になるんですけれども、食物繊維が水溶性と不溶性とあるんですけれども、水溶性の食物繊維がですね難消化性テキストリンになりまして、水溶性と不溶性こちら両方とも入っています。あとはプランタゴオバタマツという食物繊維を入れております。その他にですねプレバイオティクスとしてミルクオリゴ糖、そしてプロバイオティクスとして乳酸菌やビフィズス菌を27種類150億個入れております。タンパク質を多く摂る方というのはですね、腸内環境が悪化しやすくなりますので、そういった方に摂っていただきたいということでこちらの商品作ったんですけれども、プロテインを多く摂る方だけではなくって女性の方とか腸内環境がですねちょっと乱れている方にもぜひ摂っていただきたい商品になっています。腸内環境が整うと体にいろいろないいことが起こってくるんですけれども、そのうちの一つとしてタンパク質の吸収が良くなったりですとか、あとは体調を崩しにくくなったりですとか、肌のコンディションが良くなったりですとか、そういったことも見込めるかと思います。ぜひ取っていただきたいなっていう人はですね、外食が多くて食生活が乱れがちとか、野菜をたくさん食べられない人、食物繊維もですね豊富に入っておりますので、食物繊維が足りてないなっていう人にもぜひ取っていただきたいなと思います。またダイエット中の方もですね、どうしても食事を取る量が減るとかさが減ってしまって腸内環境の方がですねなかなかスムーズに整わないという方いらっしゃるかと思いますので、そういった方にもぜひ取っていただきたい商品となっています。こちら成分の方ではですね以前と変わりなく、ピーチの方でしたら1食 10g あたりエネルギーが 23kcal、 タンパク質が 0.1g、 脂質が0g、 炭水化物が 9.4g、 そのうち糖質が 1.4g で食物繊維が 8g、 食塩相当量が 0.01g になります。グレープフルーツの方もですねエネルギーが 23.6kcal、 タンパク質 0.1g、 脂質 0g、 炭水化物が 9.4g、 そのうち糖質が 1.6g、 食物繊維が 7.8g で食塩相当量が 0.1g となっています。それぞれ入っているものがですね腸内環境を整えるのにすごく有効な内容になっておりますので、ぜひこちらを取っていただけると腸内環境が整いますので、ぜひ試していただければと思います。それでは早速味の方をレビューしていきたいと思います。ではまずはすりおろしピーチからいきます。シェーカーにですねお水を 200mg 入れてもらいます。こちらの白の中スプーン、すり切り1杯になります。はい、こんな色になります。匂いはピーチのいい匂いがします。それではいただきます。はい、すごく甘くて酸味も程よくあってピーチですピーチです、美味しいです。はい、では続いてすっきりグレープフルーツの味見をしていきたいと思います。同様に白の中スプーンすり切り1杯になります。はい、色ピーチとそんな変わんないですね。グレープフルーツのすごい酸味のある匂いがします。いただきます。グレープフルーツの方が酸味が強いです。なので結構酸っぱいの好きな方にはいいんじゃないかなと思います。
味もしっかりついてて甘みもあって酸味がちょっと強めな感じですね。すごく美味しいです。こちらのリアファイバーなんですけれども、時間が経つと入れている食物繊維の影響でどんどんトロトロして固まってきますので、作ったらぜひすぐに飲んでいただければと思います。また飲み方もいろいろあるんですけれども、プロテインと一緒に混ぜて飲んでみても美味しいかと思います。こちらのピーチはピチピチハッピーチもありますし、他のフルーツと混ぜてもすごく美味しいと思います。グレープフルーツの方もそういう柑橘系のみかんとかでもいいですし、両方ともフルーツなのでいろんな味と混ぜてみても合うんじゃないかなと思います。ぜひ何か試してこの味合うよってなったら教えていただければと思います。それではですね、今日はリアファイバーリニューアル品のレビューを行ってきました。もう一度商品のですね特徴をおさらいしたいと思います。不溶性の食物繊維と水溶性の食物繊維がそれぞれ入っています。こちらの難消化性デキストリンはピーチとグレープフルーツと両方ともですね 4600mg 以上入っております。そしてプランタコオバトマツはですねそれぞれ 4000mg 以上入っておりますので、豊富な食物繊維が取れるかと思います。またプレバイオティクスやプロバイオティクスが入っています。プロバイオティクスはですね27種類で150億個のビフィズス菌と乳酸菌が入っています。そしてですねこちら1食あたりですね99円になりますので、毎日この99円でですね健康的な生活を送っていただければと思います。こちらのリアファイバーの商品の詳細は下の概要欄に記載がありますので、ぜひそこから確認してみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。